ティモシー・コリンズは、米国に拠点を置く投資ファンド、リップルッド・ホールディングスの最高経営責任者。通称は、ティム・コリンズ。アメリカ合衆国のケンタッキー州生まれ。経験なクリスチャンの家庭に育ち、文学や哲学に端的するが、学校の勉強に興味が持てず、高校を中退する。中退後は、自動車工場労働者として働く。 工場労働者時代は普通の人たちが普通の生活をするためにどれだけ苦労しているか身をもって経験したと述解している。戦闘的な全米自動車労働組合の組合員となるが1974年オイルショックによる業績悪化により工場を辞め1975年デポ大学に進学した UAW 組合員からウォール入りした経歴は 極めて異色を放つ。大学では分析哲学を専攻した。現在でも哲学の勉強は続けており、2006年までにはニューヨーク大学でトマス・ネーゲルの講義を受講していた。学費は工場労働によって稼ぎ、労働者への共感を日々強めるとともに、左翼思想に感化され、将来はラディカルな政治哲学者になることを夢見るようになる。 大学卒業後は、父が技術者として勤務していた自動車エンジン会社、カミンズエンジンにホワイトカラーとして就職する。カミンズエンジンは、事前家として有名だったアーウィン・ミラーが率いていた会社で、当時としては珍しく企業の社会的責任部門も設置されていた。ビジネスには興味がなかったが、カミンズには見せられたコリンズは、就職を決意する。 コリンズは面接では、政治哲学者アイザイアバーリンについて延々と意見交換したという。2年間カミンズに勤務した後、当時の上司の勧めでエール大学ビジネススクールに進学し、現在の妻と出会う。エール卒業後復職するつもりだったが、カミンズの本社があるインディアナに戻ることを彼女が望まず、彼女の故郷であるシカゴで結婚し、 コンサルティング会社に就職した。数年後に、ウォール街の投資銀行に転職した。1984年、投資銀行ラザード・フレールに移籍し、伝説的バンカーであったフェリックス・ロハティンの訓導を受けるが、ウォール街での金儲けに馴染めず、ビジネスの世界から足を洗うことを決意し、事前団体セーブ・ザ・チルドレンに参加する。アフリカの最貧国スーダンの難民キャンプで、 ボランティア活動を行うが、旧地の投資家から、ビジネスの世界で、社会貢献をした方が君の才能が活かせるとの助言を受け、買収、ファンドオネックスに参画する。オネックスは、産業界で活躍した経営者とパートナーシップを組み、買収先の経営立て直しを図るという、産業パートナー方式をとっていた。1990年にリップルウッドホールディングスを、 設立する。リップルウッドは、コリンズ家が150年前に、故郷で始めたタバコ農場の名前に由来する。コリンズは、オネックス時代の産業パートナー方式を、リップルウッドでも導入した。リップルウッドは、買った企業を、すぐ解体して売り払うではなく、事業基盤の強化とグローバル化を加速させる方針を、取っている。またリップルウッドでは、従業員を、 最大の資産と考え、労働組合の存在も否定的に考えず安易な解雇は行わない。このような方針は工場労働者として苦労したコリンズの現体験に基づくものだとコリンズは述べている。旧日本長期信用銀行を買収した際には相手の足元を見て買いた,たくと攻撃され精神的に非常に辛かったと述解している。また、超銀頭取だった。 安西隆氏からも初対面の時にあなたはハゲタカですかと聞かれたというありがとうございます。